どうも皆さんこんにちは、のってんです。はい、今回はですね、すごいスライムを紹介するんですけども、その前にね、すごいショックなことがあったんだ。だからね、今回はそれを話しながら進めていこうと思います。実はですね、今日紹介したいスライムがなんとね、 UFO キャッチャーの中にあったんですよ。大きいやつじゃなくて小さい台の UFO キャッチャー、こういうやつじゃなくて3つの指でガシッて掴むみたいなやつ、あれにね入ってたんだよ、スライムが。で、まあね、普通のスライムだったら、あースライムあるんだって終わるんだけど、そこにね、なんと日本初上陸って書いてあったの。すごくない？これ日本に上陸したんだよ、初めて。ペリーとかがさ、日本に初めて入りましたみたいな感じで、スライムがね、日本初上陸って書いてあったの。すごいじゃん。売ってたらね、売ってたらもういくらかね払って、よしスライムゲットで終わりなんだけど、 UFO キャッチャーの中にあったからね、ちょっとこれは大変かもしれないけど、でもね、みんながね、わ、そのスライム初めて見た、すごい、わ、のってんさん、さすがのってんさん素敵キャー感じで喜んでくれると思って、まあね、ちょっと大変そうだけど頑張って撮るぞって思ってやったんですよ。でね、みんな予想できてると思うんだけど、まず1回目、こうウィーンガシャン、ウィーン、ウィーンガシャン、掴んだ掴んだ、いざいざいざ、ポン、あれウィーンみたいな、掴むはいいけど、ここでポン、このプッっていうのがねあるんですよ。もうこれね、みんな経験済みだと思う。基本 UFO キャッチャーでそういうの多いからさ、こう掴んで掴んでいけると思わせといて、プッってね、このプッで、なんか時と場合によりこのプがねない時があって、その時にこうやって取れるっていうのがね UFO キャッチャーの仕組みだと思うんですけど、まあね、それは私は分かってた、分かってたから、まあ1回目あダメだプーあった、あ2回目もプーあった、あ3回目あすかした、あこれは私のミスだ、4回目もプーあった、あーってね、なかなか取れなくて、まあそこまでは私もね予想済み、あまあこうなるだろうなと思ってたの。ちっちゃいスライムのちっちゃい UFO キャッチャーだから、わ、2000円以内で撮れたらいいかなと思って、頑張ってやってたのね。映像挟む映像。こんな感じで、めっちゃ頑張ってたの。ほら、ウィンガチャ、ウィンガチャ、プップップってなってるでしょ？で、とうとう2000円目。2000円目も、プッってなるわけよ。え、このちっちゃいスライムね、2000円かけても撮れないのと思って、こんな、だってさ、でかい巨大ぬいぐるみとかじゃないから。こんなちっちゃいスライムで2000円。まあね、でも諦めそうになったんだけど、頑張ってね、やり続けたんですよ。こうね、一人でね、無言でこう、スマホを掲げながら、ウィンウィンウィンってやってたんだけど、なかなか取れなくて。なんかね、スライム、ふわふわっとしたスライムだったから、水色とか緑とかが可愛いかなと思って、ほわっとしてね。で、それを狙ってたんだけど、どうしてもね、やっぱ取れなくて、失敗した時に、ポテンみたいな、あ、そっち行ったらもうこれ届かないよみたいなとこまで行っちゃって、あ、本当は青とか緑が欲しかったけどって言って諦めて、他の台に行ってね、めちゃ課金したのにまた別の台になっちゃった、みたいな思いながら、頑張ってやってたの。こう、プッ、あ、ダメだ、プッ、あ、ダメだ。これも、ああ、ダメだ、次の台って感じで。で、3000円目。ダメでした。4000円目。ダメでした。もうね、この頃には半泣き。こんなちっちゃいスライムで4000円かけちゃった。どうしよう、って感じだったんだけど、もうここまで来たらね、取るしかない。取ってね、みんなにこれがその4000円のスライムですってやるしかないと思って、やり続けたの。泣きそうだったけど。で、4100円目。ウィングじゃん。うーん、プッ、あー、もう、マジかー。そして、4200円目。ウィングじゃん。あれ？これ、いける？まさか、いける？ 4200 円目にして、いけるのか？いけるのか、私！ウィーン。はい、こちら4200円のスライムでございます。いやもうさ、正直ね、2000円ぐらいまでは覚悟してた。でもね、まさかこのスライム、手のひらサイズのスライムで4200円かかると思わなくてね、結構ショックだった。でもまあね、取れたから、もう取れなかったらどうしようかと思ってたからね、白いスライムが取れたんだけど、もう何色でもいい、この際何色でもいい、みんなに見せれれば何でもいいと思って、これね、大切にゲームセンターを出たわけなんですよ。ここで終わりじゃないから、みんな、ここからね、さらなる悲劇が待ち構えていたのです。
で、これをね、撮ったゲームセンターが、ただのね、ゲームセンターじゃなくて、なんかショッピングモールの中の一部分、ゲームコーナーがあるよっていうところで、ちょっとね、ショッピングセンターを見て回ろうかな、せっかく来たし、みたいな感じで散策してたのね。なんか雑貨屋さんとか、美味しいもの屋さんとか回ってて、で、ビレッジヴァンガードがあったの。ビル版だったらね、企画とかで使える面白そうなものがあるかもしれないと思って入ったの。ポニョポニョのスクイーズとか、面白ジョークグッズとかね、いろいろあって、あ、いいな、これ、あ、これも良さそうだなって見てたわけよ。そしたらね、じゃじゃーん。そう。ビレバンに、まったく同じものが売ってましたもうね、本当にショック。もう人間ってね、ショックなことが起こると固まるんだなって思った。もうこれ見つけた瞬間さ、もうね。はい、でね、このビレバンで売ってたスライム。お値段なんと、じゃーん !680 円これは本当にやられたと思った。やられたっていうか、もうやらかしたと思った自分が。しかもね、もうカラフル。いろんな色があってね、無事にね、水色選んでいきました。よかった。はい。てな感じでね。まあ何はともあれ、無事にね、日本初上陸スライムゲットしたので、これをね、紹介していきたいと思います。はい、こちら。ふわーふっていうスライムみたいです。揉めば揉むほどよく伸びる、日本初上陸、ふわふわの雲みたいって書いてあります。クラウドスライムっていうことかな？はい、じゃあ開けてみまーす。じゃらん、お、開いた！わあ、真っ白！出しまーす。おー、すごい！軽い、紙粘土より軽い。じゃあね、ちょっと触ってみます。せーの。ふわほろ、ふわほろ。うわ、すごい！ふわほろのクラウドスライムだ。すごい！あ、でもこれ白良かったよ。白。本当の雲みたい。なんかね、ふわふわほろほろなんだけど、もっちりもしてる。すごい、キメの細かいふわふわができまーす。じゃじゃーん。あ、すごい、雲。触ってるうちにね、さらにほわほわになってきた。おー。すごい、もっちもちふわふわ。確かにね、こういうスライム日本ではね、まだ買ったことないかも。めっちゃふわふわでもっちもち。ひー。きめ細かいふわふわができてる。うわー。これはね、4200円の価値があるんじゃないでしょうか。あります。よし、じゃあね、4200円の方はしまっておいて、次680円の方を上げてみます。こっちはね、まあ水色のやつだから。あ、カメラだとわかりにくいかな。ほんのり水色。よいしょ。おー！この形かわいい。プリンみたい。じゃあ触ってみまーす。うわ、ほろ。ちょっとね、最初はね、すっごいほろほろだから、やっぱね、ちょっと揉んだ方がいい。揉んでから触らないとね、ポロ落ちちゃうかも。よし、ひとまとまりになってきたら、おぉ、もちもちだー。うわー、かわいい。なんか気のせいかわかんないんだけど、甘い香りがする。なんだろう、風船ガムみたいな香りかな？なんかすごい美味しそうな香りがします。はい、ということで、680円のスライムでしたー。触り心地はね、一緒かな？でもね、匂い、このね、青い方はガムみたいな香りがするんだけど、この白い方ね、匂いしないかもしれない。はい、ということで、いかがでしたでしょうか？もうね、今回紹介したこのふわーふっていうね、日本初上陸のスライムは、本当にね、ふわふわほろほろで、もちもちしててね、すっごい気持ちいいので、かなりおすすめのスライムでした。私もね、この4200円の超高級スライム、大事にしていきたいと思います。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、こっち、グッドボタン、こっち、よろしくお願いします。それでは、じゃあねー。